はい、どうもゆうたです。今回はこちらのスーパーナウさんの、汎用ジャッキアップポイントアダプターをつけていきます。ジャッキアップすることが多いので、ちょっとポイントがね、結構ダメージが来てるんで、こちらをつけて保護したいなと思います。ただここのジャッキアップポイント、まあここ左前のフロント側の左側、助手席側なんですけど、そこまでここは傷んではないんですけど、ここにちょっとつけていこうかな。これでも今僕2つしか持ってなくて、左側に2個つけようと思うんですけど、これあれだよね、4箇所馬かけた時に高さの誤差が出ちゃうよね。やっぱもう2つ買おうかな。4箇所やっぱつけた方がいいよね。これね、2つでね、7000円弱ぐらいするんだよね。結構ね、高い。まあ結構ね、ジャッキアップするんで、あとはこれね、走行中に落っこちないかが心配ですね。今ちょっとだから結構強く締めようかなっていう感じなんですけど、どうなんだろうね、落っこちないのかね。これもね、 ZE40 を買ったのペイペイのポイントで買ったんで、まあ正直ただっちゃただなんですけど、んでね、 ZE40 のね、消費者還元のクレジットの 5% 還元のやつがね、まだ来ないんだよね。騙されたかな。還元対象のはなんかずれてる。くそ。一応こんなもんにしとこうかな。がっちり結構止まってるから大丈夫だと思うんだけど。そうでね、還元が来ないからね、困っちゃったんだよね。はい、ちょっとここにジャッキかけてみますか。はい、ちょっと上げてみます。今ジャッキアップしてみました。こんな感じで一応ね、乗ってますね。いい感じに。はい、こんな感じで乗ってます。はい、はい。でね、後ろの方がね、ちょっとねダメージがあって、ここら辺、はい、いう感じですね。お、見えますか皆さん、綺麗なタンチーの焼け色が。やっぱタンチー最高やわ。あー、こんな感じやね。
ほな、回してこう。よいしょ。よし、まあこんなもんでしょう。はい、せっかくなんでリアもちょっとジャッキアップを。はい、こんな感じでね、できました。はい、という感じでスーパーナウの汎用ジャッキアダプターの紹介を終わります。はい、はい、だとジャッキアップしたついでなんでちょっとご紹介します。あのね、インナーがね、風で、多分風がちょっとね、スピードが出ると結構ね、そのどっから入ってんのかわかんないんだけど、ベゼルかはなから結構風が入ってきて、走行風がインナーがこういう風に多分なってタイヤに当たって溶けちゃったんですよ。下から見るとこんな感じで溶けちゃって切れちゃったんですよね。タイヤにもこう当たって跡がついてて、こういう感じなんで、ちょっとこいつをね、手術していきたいと思います。うわ、見てこれ、すっげー溶けちゃってんじゃん。なんかね、この間週末走りに行って、その次の日の朝通勤中にすごい音がして、前からタイヤパンクしてんのかなと思って、そして降りて見に行ったらこれが引きずってて、それで初めて気づきました。はい、いやー、このね、純正のね、インナーってね、あのマットガードって言って、あの右側この前新品にしたんすよ。あのモテギで突っ込んじゃったじゃないですか。それでなくなったんで、それ新品買ったんですけど、確かね6000ぐらいするんですよね。なんでちょっと様子見ですね、これで。はい、こんな感じで、とりあえず切り落としてこんな感じで、正直タイヤハウス内の空気ってすごいドラッグになるんで、一応ね、ダウンフォースを稼ぐためにこう金網をつけて、ここにまあ乱流を起こしてあげて、タイヤハウスの中のあの空気を抜いてあげることによってダウンフォースが生まれるんですけど、だここも穴を開けて、こっちから抜けるようにはしてるんですけど、やっぱね、あの空気の流量の
あの出口と入り口の空気の量が合ってないと結局、ね、いっぱい入ってきてもいっぱい出口がないと意味がちょっとないんで、ここまで切れちゃってるとちょっといっぱい空気の量入ってきすぎちゃいそうな気がしてなりません。ちょっと素人なんでそこのところは分かりませんけどっていう感じです。はいはい、とりあえずの応急処置です。こんな感じです。ビラ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 。Oh.